皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日ね、昨日なんですけどもね、通院でね、歯医者に行ってきました。前回のね、歯医者への通院がね、8月20日だったのでね、実にね、久しぶりの歯医者でございます。予約の日やったのに ね、なんか知らんけど1時間半もね、待たされてですね、でも今回はね、待った甲斐があったというね、治療の内容でした。というかね、白血病でね、なんで歯医者やねんってね、最近僕の動画をね、見始めてくれ始めた方々やったら、なんでやねんって、ね、そう思ってらっしゃるでしょうけども、僕はね、治療でね、骨髄移植というのをしたんですけどもね、その副作用でね、粘膜障害がね、続くんですよ、ひどいんですよ。で、それを抑えるために、免疫抑制剤というのをね、飲んでいてですね、でその免疫抑制剤の副作用で虫歯になりやすい体の状態になってしまってて、おかげで、ね、歯はね、ボロボロなんですよ。というね、相変わらずのね、口の中の悩みはね、すごいね、なくならないわけなんです。だから歯医者にね、ずっと通ってるわけなんですけどもね、前回のね、歯医者からね、この日が来るまでにね、その歯にね、何ら異変がなかったのかっていうとね、実はそうでもないんですよ。その相変わらずね、その歯に詰めていた詰め物っていうのがね、取れてね、大きな穴がね、あらわになっていたわけですし、さらにはね、歯がね、欠けてしまった部分もありました。ほんでね、さらにはですね、その他の割れてしまって、いた歯にそのかぶせてある、ね、素材っていうのもね、ちょっと剥がれてきててですね、割れてきててですね、ベロがね、その部分に当たるとですね、そして口の中の内側のね、粘膜がね、そこに触れたりするとですね、すごくね、激痛が走るわけですね。痛いわけですよ。赤く腫れ上がってね、すごくもう悪しい感じになるんです。あ、くそになるんですよ、当たった瞬間にね。今そのね、おかげさまと言ってはなんですけども、その、ね、内側が当たるところ、ベロが当たるところの内側とベロだけが痛くなるだけであって、歯自体が痛むということに関しては増えてませんので、非常に良かったんですけども、しかしね、そのね、やっぱりね、食べにくいというね、ものを食べにくいという日々がね、すごい続いておりました。でも食べにくい日々が続いておりましたって言ってもですね、流動食なので、飲み込むだけなんですけども、何のものでもないんですけどもね。でもその食材をね、液体にまで溶かすことはね、僕なかなかできないんでね、それなりに歯にね、食材の細かいのがね、詰まりおるんですよ。でそれをね、掃除するのがね、毎日毎日大変なんですよね。単純にね、その歯ブラシだけでね、歯を磨くだけではね、その取れない部分もありますので、歯間ブラシを使うわけなんですよ。でもね、その歯間ブラシのね、使い方がね、ちょっと激しくなるとですね、その虫歯の治療で詰めてたものがですね、こうペロッと取れていってしまってするわけなんです。これはね、非常にまずいわけなんですよ。ちょっとの力加減でね、こうポロッとね、取れてしまうところがね、一箇所あるので、そこはほんまにね、優しくね、磨かないといけません。というかね、そこはね、ちょっと詰まり具合が緩んできているというかですね、詰め具合ですね、詰め具合が緩んできているので、今回ね、改めてね、詰め直してもらいたいぐらいやったんですけどもね。でもしかしですね、そんな希望をね、思ってたんですけども、前回のね、歯医者の時にね、そのまた治療中でね、約半年間ほどね、ほんまにほったらかしにされてる箇所があるんですけども、でそこをようやくね、再開できると思ってたらね、その前回の話ですよ、これはね。そこの、前回まででも放置された治療中のところが、ようやく再開できると思ってたんですけども、またね、別の歯がね、割れてしまっていたので、急遽ね、その別の歯の割れたところを急遽ね、応急処置としてね、行ってもらったんですよ。んで前回はそこで終わってしまってたわけなんです。なのでね、今回はね、きっとその続きをね、してくれるはずなんです。なのでね、またね、ひょっとしたらね、半年間放置されたところはね、ほったらかしにされているかもしれないと思ったんです。そのね、ほったらかしの治療中のところもですね、この毎回少しずつね、なんか、針金みたいな、ね、細いやつでね、こう、グリ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 ってほじくられて、消毒液を入れて、上から蓋をされて、また放置というのをね、結構繰り返していってるので、治療自体は、
前に進んでいってるはずなんですよ、まあ、いじくってくれてますから前に進んでるはずなんですよ。それなりに治療というものをしてるんでね。でも病院がもう何の意味もないことをねするとはね、まあ、思いませんし、もしねその何の意味もないことをしたらこれは大問題ですよね。ねえ、もうほじくり返すだけほじくり返されてね、回復もしていってないのにその治療と見せかけている作業というのをね繰り返してですよ、治療費だけガッポガッポこうね奪い取られるというね、そんなことあってはいけませんのでね、まあ、僕は信じてますけど、でもねその箇所の虫歯がね、まあ、進行していってるってわけじゃないので、まあ、本当にその、放置されている治療中のところっていうのは本当に治療は行われているとは思います。まあどれもこれもね治療がね中途半端なままでね終わられるとね、ほんまにね完治するのかっていうぐらいの、ね、その終わりっていうのがね見えてきません。まあ、今年に入ってからねめちゃくちゃ歯医者にこう今までの生涯をかけても行ってますけども、こんなにね詰め物というものがね毎回のようにね取れてもいいもんなんでしょうかね。まあ、何回もね同じ箇所をね治療せなあかん状態なので、まあ、完璧に蓋をしてしまうとですね、まあ、治療のたびにですねその治療しに行くたびにですねこうドリルでねぐわーってこう激しく削らないといけなくなるので、まあ、それは結構大変なことみたいなので、まあ、それはすごい大変なことをやってるのは分かってるんですよ。ですけどもね、僕ら患者のね、その日々の食生活というものがあるじゃないですか。普段ね、その普通の生活を教えてですよ、簡単にこう、ね、その蓋がね、ポロッと取れたら意味ないわけですよね。だって、そのね、僕は流動食ですけども、まあ、他の人やったらそのご飯普通に食べるわけじゃないですか。ほんならその蓋が取れてしまったところには必ず、ね、食材が詰まっていくわけなんですよ。それを掃除するのが大変なわけなんです。まあね、できればね、まあ、とりあえずは取れないようにその蓋が取れないようにしっかりとしたものを詰めてる状態で、一旦終了としておいてほしいとねほんまに通院ずね思っているんです。まあ、これまでねこの通院から通院までの期間でねこの詰め物がね取れなかった時なんてね、まあ、ありませんでしたからね。今年の1月からずーっとこう数えていっても、この日からこの日までに取れた、この日からこの日までに取れたっていう風な行動とずーっとね繰り返し言ってるんですよ。しかもなんか知らないですけどね、その取れたりとか歯磨きで削れてね少なくなっていってなくなっていったりした頃合いにですね、ちょうどよくねその歯医者の予約の日がね近いんですよ。これは計算されてるんかなって思いますよね。操られてるんちゃうかなってね思いますよ。まあ、そんなことはね、まあ、ないんでしょうけども、まあ、今回のね希望としてはね、割れてしまってかぶせてあるところをとりあえず何とかしてもらうことだったんですけども、ね前回にいた時にね、まあ、その割れてしまってとりあえず仮蓋をされる前にですね、治療中ですよ、前回の治療中で、仮蓋をされる前にですね、上下の、歯型っていうのをね取っておりまして、でその歯型でね新しい銀歯をね作ってくれたのがね今回完成したみたいなんですよね。それをね今回ね無事につけてもらうことができましたのでね、歯が1本増えました。いやよかった。あ、増えたじゃないな、元の本数に戻りましたってことですよね。でそんなね新しい銀歯がね僕の口の中でね光り輝いております。現在ねもうね、お見せしたいぐらいなんですけどね、まあ、普通に口の中なんか見せるなんてね、その恥ずかしいことなんでね、お見せできなくて残念です。で、そしてね、まあ、その治療中やったその奥歯なんですけども、まあ、ちょうどそのね、銀歯、新しく入れた銀歯の奥の歯が、ずっと治療中の歯やったわけなんですよ。でそしてねそのここのねその奥歯っていうのはね、まあ、次回にお預けということでね、また今回もね仮蓋をねされて終わりました。まあ、今回はねその細い針金とかでねほじくり回してないので、ね、まあ、そんなに触ってないので、まあ、消毒もせずにそのまま柔らかい蓋をされていたので、またねきっとね次回までね取れるかもしれません。まあ、次回はねその2週間後の予約なのでね、まあ、歯医者がね2週間後の予約なので、まあ、その日までにねその仮蓋が無事でいられるとは思いませんけども、まあ、なんとかね耐えてもらってほしいものです。まあ、そんな感じでねたまたま今回はねタイミングよくね希望通りに治療してもらえたというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。